リキタロットリキです。本日もですね、スピリチュアルの視点からこの世に起こりうる自傷事案を解き明かしていきたいと思います。よろしくお願いいたしますと。 私百力横とリッキーはですねここならの方で電話占いメール占いを始めておりますこちらの方もよう u l c h e c k i こと電話占いの待機情報など Twitter の方でアップしていきますのでこちらの方もチェックよろしくお願い申し上げますとえー、はい、えー、よろしく申し上げましたところで本日はですねまた一つ リクエストいいただいておりますこれはちらっとリクエストされてるような感じだったんですが以前浅田真央さんの「ビヨンドツアー」に関して占ってたんですけれども浅田真央さんが「ビヨンドツアー」の前にやられてたサンクスツアーというのでしょうかそこに参加されてらっしゃった村隆仁さんを占ってほしいとリクエストいただきました。リクエストありがとうございます そしてですね、この村隆人さん早速宿曜ホロスコープ見させていただいたのですがこの方はですね私占う前からそうじゃないかなとちょっと感じたんですが女宿の方です月曜日生まれ女宿女宿は係争宿に分類されていますこの宿径におられる超有名人で この祝養経を中国から日本に持ち込みました工房大使空海様がこの助宿と言われておりますそしてですね本命宮が病宮瓶宮です、ね、もう一つですがえ月曜日の助宿ということでこの村さんは混合武術の日に当たっております これは恩敵の討伐に適した日。ハングリー精神とかカウンターでこう突き上げてくるようなエネジーを持っている方でもあります。そしてですね、獣将尉がコウモリになるのですが、月曜日ということで月光の中を飛び回るコウモリとされていますね。 先ほど占い前になんとなく女子の方かななんて思ったんですよでやっぱり女子で「うーん」って感じだったんだけれどちょっと深めにメール見ますと非常に「うん」「おおって感じの名理を持ってらっしゃる方です。結構ハードな名理を持ってらっしゃる方なんですが本命宿が「波紋、加害」「さらにはマカツキュー「魔活級」 この3つに当たってらっしゃるんですねまあいいか悪いかって言われたらもう悪いですかなりかなりハードです暗示としては親との縁が薄いとか死別とか犯罪とかねもうんまあ、やはりすごいハードなんですねこの命理持ってらっしゃるんですただですね一つは先ほど申し上げました今後無実ハングリー精神 何かこう世紀の流れに対してカウンターでこう突き動いていくような力を持ってらっしゃる,方,しゃる方がそしてもう一点は、まあ、波紋がもう名利に当たっちゃってるんですけれどもそのカウンター逆側に検問があるんですけれども検問動木位というこの名堂で持ってらっしゃるんですねこう,こうそういう力がエネルギーが働いてくる。この剣紋動木位なんですが 精力的に誰か何かに従属するという暗示を持ってらっしゃるんですね。おそらく。お父様だと思うんですよ。波紋加害マカ月のこの名利を見ますと。とまあ、家族縁は薄いと。 そそれこそ最悪死別してしてまうようよなね、まあ、早く悪,悪いんだけれどもこう今後武術でありそして検問の側にこの動木医というのを持ってるってことでおそらく父親お父様もスケーターだったそうなのでに付き従うというような力が働いてるんじゃないかなと実際そうされた方だと思うんですね自身もスケートをやってらっしゃるわけで。で一つ暗示に 神仏のがいいといとう暗示を持ってっる信仰がこの名誉を持ってらっしゃる方の運気を高めてくれるとこう何かを信じること信じきることがこう一つ道を正してくれるこう道を提示してくれるそういう暗示を持ってらっしゃるんですね。 で村さんのビジュアルを見た時に一つ気になるのがこの方ほくろを取ってらっしゃらないでしょでむしろそのほくろを見せるような髪型されてるじゃないですか今現在ねほくろっていうのはほとんど取っちゃうんですね神秘的にもそしてまあ、皮膚がんとかねこう病気に発展するリスクのためにもう取ってしまう だけどそれをあえて残してそれをあえて見せてらっしゃるんですよ。これどういうことかっていうと自分の宿命良くも悪くも自分の定めを受け入れますよつまり両親から引き継いできてるこう遺伝イデオロギーイズムそれを全部引き受けますよっていう意思の表れなんですねで。ここから推測するに 村さんは非常にまあこう神仏の感応がいい命理を持っていらっしゃるんですけども、実際にこう信じるものがある人なんですよ。一つ信じてるんですね。ですから非常にハードな命理を持っていらっしゃるんですけど、ぐーっと自分の一本の道をきてらっしゃるじゃないかなっていうのをすごく思いました。で私村さんがこうほくろを取ってらっしゃらないこと。 でそれを見せてらっしゃるとかあえて、私すごい好きです、ね、私が小さい頃、まあ、1970年代は日本人はねホクロを取ってなかったですよ。では親戚の中にも一人二人特徴的なホクロを持っている人がいて、それがその人のアイデンティティを気づいてた。その人のビジュアル。何かホクロが本当確かな力を持ってて運気みたいなもの。そのベールみたいなのをその そのホクロを持っってているる人がもうまとってるみたいな例えばマリリン・モンローのようなさ超セクシーなほくろあのほくろ取ることは非常にもったいないでしょあのほくろ取っちゃったらマリリン・モンローは自分の運破っちゃうよね日本で言うとどうだろう千正雄さんは笑うとこじゃないけどね ンさんの,あの額にポツっってあったでしょむちゃむちゃな借金を負って多分心機一転でほくろ取っちゃったんでしょうけどまあ私はねほくろ占いの専門じゃないからあれだけど確かあんまり確かに良くないかったのかな額にポンってあるほくろはねただ私はあれをほくろ取らない方が良かったんじゃないかなと思いますね確かな力を持ってたことは確かなんで良くも悪くもそれを使いこなすか否かまあ本人の 器の問題なん基、ね、<う>運をどう運営していくかってちなみにですね祝葉橋私が使ってる祝葉これはもう何段階かこう時代に応じてブラッシュアップしてきたで一つの過程で一時ほくろ占いみたいなのにすごく寄ってた時期もあ,あるんですよ祝葉鏡ちょっと名前を忘れちゃったんだけどもうとにかくどれもこれも漢字が長いんですよもう題名が一回覚えてもすぐ忘れちゃうんだけど。 祝も、ね、ほくろ占いのうんと血それはさておきでそうだから村さんは私すごく感じたなこの素敵なほくろこのほくろがこの方のやっぱり信心深さこの方の持ってる信仰みたいなものう一つ、まあ、すごく感じるんですねで今後武術っていうことでハングリー精神があると何かこうのしかかってくるエネジーを感じてそのエネジーに屈しない こう一つのライン光みたいなものをこう持ってらっしゃるんじゃないかなっていうのを感じましたでちなみにね浅田真央さんとの関係は水ですだからむちゃむちゃ多分一緒にいてリラックスできると思います心地よく減水高め合う中ではないですよ <laughs> だ今回の「BEYOND ツアー」で浅田さんは非常にあのちょっと変わった選抜されてたと思いますけどこの多分サンクスツアーの時はそれほどうん何て言うの奇抜な取り方されてなかったんじゃないかなっていう気はしますね。でちなみに女子の人は女性と話すのはすごく気軽に話せるんですよ。そんなに突っ放からないでこうリラックスして喋れるんだけど意外に発展性はないと言われてますね。 女性に縁があるこう宿なんですけど意外にこう色恋までは発展しない、うん、と言われてます。その浅田さん宿の宿浅田さんなんですが村さんから見ると質問服装に入ってらっていらしゃいますね村さんから見ると浅田さんは、うん、非常にこう恩恵がある浅田さんの持ってる恩恵にあやかれるというそんなところに。 村さんのホロスコープでは浅田さんその位置にいらっしゃいます現在この村隆人さん非常にいい年回りなんですね正門在白衣の中にいらっしゃいます非常に今いいんですでちなみに2019年に離婚されてるそうなんですがこの年は 波紋を抜けるキリキリリの頃ですね抜けるか抜けないか、まあ、旧暦変換なんでちょっと誤差出てきますけど、まあ、2019年の8月ちょうど波紋抜けぐらいの頃に離婚されてますで引退を発表された2018年はもう波紋ど真ん中でこの時にあの浅田さんのサンクスツアーにも参加されてますよねただまあ破門といってもまあ名利なんで 自分のシーズンなんですよねだからどのようにまあ作用するのかっていう、まあ、いわゆる体制みたいなのが出てくると思うんでだから重要な決断を、うんうん、だからまあその引退にしてもその離婚にしても降りかかってくるもんじゃないからねいわば自分でこう決断するものであるからそういう何かこう波紋シーズンに対する体制みたいなの感じますよねすごく。それでですね今回 村さんを占うのののにこの2枚のカードを用意しました、まあこちらはまあ浅田さん、うん、まあ女子なんでまあ女性、うん、全般、まあ、今回浅田さんということであの置かせていただきましたけどただまあ浅田さんとのこう恋愛関係はあるかっておそらくないでしょうねもうね3区スワに出てらっしゃるのが18年なんでもう4年前なんでねあらばもう話が出てると思うんで。 まあいわば憂水の関係ですごく居心地がいい、うん、お二方というと思います、まあ、この2枚そしてもちろん下に仕込んでますこの4枚で占ってみたいと思いますねうんだけど、うん、やっぱりいろんな方がいて興味深いですよね結構ね見させていただきましたけどうん 興味深いですい。よしと。では参りましょう。村隆仁さん、浅田真央さんとの関連性も踏まえつつ、エネジは見てみたいと思います。めいおえあれ？<laughs> うん、これはだけどね。奥様だと思いますね。浅田真央さんとのえ。<laughs> だからこれはね奥様だと思いますおそらくだからもう出発で全否定ですね浅田真央さんとの <laughs> 浅田真央さんとの恋人関係は多分全否定ということかな <laughs> で「メイ、ゴー」うーんこれもうーんだ何て言うかなやっぱまだ情熱突発的な情熱衝動的な情熱それをもって まだ情熱冷めやらぬ中でこう前妻の奥様とこう関係結ばれたうんその原動力で,メイゴータイとでそしてやっぱり互いが互いやっぱり一旦行き詰まってちょっと光が見えなくなったとメイゴータイそして逆命互対シャドウで入れますド これはお子様かな子供たちに対するうーんまあ教育自分の影響力なんかその不安みたいなものかな不安定さレすツゴーと逆にこれは自分村さんと村さんのお父様お母様との家族の関係まあ達成はしたけれどもそこに潜んでいる矛盾みたいなもの 反駁する思いいみたななものかなそれを感じますねそいつが原動力になって今度自分のお子さんたちと自分が父親としての立場の立場としてのお子さんたちの関係性でタイと生まれ変わり再生変化に対する渇望かな。うん 陰の側にやっぱりこう比較的重いものそして陽の側に開放的なものかやっぱり一つのやっぱなんか強いこう信仰心みたいなもの信じる力をすごく感じるんだよね、まあ、最後行きましょうドンああちゃんとこう変化を捉える好転を逃さないといったカードが最後出ました。 うんまあ、浅田さんとねのこう恋人恋仲はどうかっていうのはねもう,もう初発で来ましたね一瞬だけどえー <laughs> えー、だけど違うでしょやっぱりこれは前の奥様でしょうねいきなり全否定という形で出てきてますだから村さんひょっとしたら今新たにこう信じるものを欲しがってるかもしれませんよね 自分が競技者としてスケートやってた時はお父様のやっぱり後ろを追ってらっしゃったと思うんで今度自分が父親の立場になってね今度新たに何かこう導いてくれる信仰できるものを必要としてるかなってそれが一筋の光となるんでねその信仰心を失うと信じる力を失うとやっぱりその根底にある星の命理破門加害魔活が出てきちゃうから。 そこはやっぱりしっかり乗り切るような信じる力みたいなものね。うんまあ今後武術が当たってるからうん大丈夫でしょうこんなん出ましたいかがでしょうかよしこ 金を燃やしようとしようは揮発式を起こし、そしてまた異をな。さこれ生命無限の波動の波紋のはう？ さてさていいねコメントチャンネル登録そしてリクエストいつもいつもありがとうございます大変励みになっております今回もご視聴ありがとうございましたレイキータロットレイキーでしたそれではまたバイバイ